橋本玉木内のパワハラ記事で裁判に発展か。これって文春側からしたら目玉記事だったん？それともたまたま炎上したの？そもそも週刊誌にとって審議なんてどうでもいいからな、売れればいいってスタンスだろ。裁判になってもそれをネタに記事書いて売れるから痛くも痒くもない。てっきり事務所移籍するからもし引っかかれるいつものパターンかと思ったら事務所とは円満なんだな。橋本玉木内パワハラ疑惑報道事実無根、所属事務所社長が声明を発表。事実無根なので徹底的に戦うのか。神奈はそんなこと言わない。事務所側は絶対守りたいやろうからな。文春はデマ扱いされるけど証拠が出せないだけでほとんどガチだと思うわ。とうとう出たね。九州出身、アイドルやってました。ヤンキー以外ありえないだろう。もう怒ったかな。これ必死にゴリ押ししてるけど全く流行らなかったからダサい。音声ファイル開示されないかな。文春側が適当な飛ばし記事書いたらそれが既成事実になるのやばすぎる。橋本動きます。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。